皆さんこんにちは。今日は大阪府池田市にあるカップヌードルミュージアムにやってきました。チキンラーメンを1958年に開発した日清食品創業者安藤百福の業績を記念して1999年に建てられました。入館料は無料です。定義もあった2枚もあった2枚インスタントラーメン発明のエピソードとその後の発展の歴史を紹介しています。これは宇宙空間で食べられた日清スペースカップヌードルです。70度のお湯で湯戻しが可能です。無重力空間でも麺が飛び散らないように一口大の海上麺が特徴です。インスタントラーメンは災害時にも役立ちます。チキンラーメンから始まったインスタントラーメンが発展していく様子を約800種類のパッケージによって表現しています。ここは世界で一つだけのオリジナルカップヌードルを作ることができる工房です。めちゃめちゃ混んでます。特に外国の方が多いです。まずはこの自動販売機でカップを500円で買います。手を消毒して入館の時にもらった整理券を渡します。テーブルに座ってカップをデザインします。にじめへん。書きやすい素材やんな。なんかツルツルして普通のな、普通のカップ麺のケースは違いますね。あ、うまいやんか。あー、これちょ見本ないこのキャラクター書きやすいな。何かけるかな。あ、まだいい。あ、めっちゃすごい。生のが完成しました。ふーちゃんのも完成です。はい。ここ。で、もう一回並び直します。次はトッピングコーナーに並びます。左側の列がカップの購入、右側の列がトッピングコーナーです。もう一回並び直します。混んでいるので2階に行くように促されました。2階の廊下の片隅にこんなトッピングコーナーがありました。はい、ありがとうございます。ステップ4つの中から1つ選んでください。はい、カップヌードルのスープと具材が4つ選んでください。はい、ひよこちゃん、ナルト入ります。
はい、ふわふわの卵にエビ、プリプリのエビと、はい、それが1つ目が、はい、謎肉が入りまして完成です。 OK、 失礼です。はい、では蓋つけますので、お隣お進みください。蓋を超音波で接着します。おお、すごい、パチンかな。薄いプラスチックフィルムをかぶせます。パチンはね、そうです。熱風でフィルムを縮ませて容器を密閉させます。できた。あ、ここどんねん。熱っ。ああ。熱いです。大丈夫。完成しました。袋に入れます。紐を取ってきて。エアパッケージにポンプで空気を入れます。2階のチキンラーメンファクトリーです。手で小麦粉をこね伸ばし、蒸した後に味付けをし、瞬間油熱乾燥法で乾燥するまでの工程を体験することができます。事前にネット予約が必要です。世界初のインスタントラーメン、チキンラーメンが誕生した研究小屋を忠実に再現しています。めちゃめちゃリアルです。懐かしい。揚げています。熱いですね、油飛んでけへんか。すごい、これ油みたいだな、ここ自体。日付も1958年になってます。製麺機です。めっちゃ細麺。カップヌードル型の体感シアターです。知恵の塊と呼ばれるカップヌードルの秘密を分かりやすく紹介しています。麺がカップの補強材となって、しかも運んでいるときに麺が壊れてしまう。麺の上も平らになって具をきれいにのせることができるし、お湯が下から麺を包み込み、素早く麺を戻すことができる。この薄い主人公包装をその時に取り入れることが、商品名を新しいものにふさわしくしたくて、海外でも通じるように英語にした。こうして片手で持つことができ、お湯さえあればいつでもどこでも食べられる世界に通用するカップヌードルが誕生したのだ。本当に ミュージアムショップです。ここではオリジナルグッズやひよこちゃんグッズなどを販売しています。自分一丁
何これ、カップだけ売ってんの、カップのヌードル。作ったカップヌードルを早速食べます。あ、多いやん、具が。そう、ふっちゃんが作ったなあ、具材選んだだけやけど、具多いな。ひよこちゃんのキャラクターの顔を見ちゃいます。特注のカップヌードルは美味しかったです。